ビスカスなんですけど、ハイビスカスは私も好きでお母さんも好きなんですよ。だから今回お母さんにハイビスカスのろうそくとかそういうのがあったら買ってってあげたいなと思っているんです。で今回もハワイは仕事できたんですけど、ヨーコの、ミツヤヨーコのビジュアルはですね、お仕事と遊びです。